どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はニューヨークタイムズスクエアエリアに来ております。本日はですね、映っております通りヒルトンタイムズスクエアですね。本日こちらに一泊ねお世話になろうと思って来ております。このホテルはコロナの影響で一度ね閉館、まあ閉業したんですよね。ですけども、結局買い手が見つからなくて、またヒルトンが買い戻すみたいな、まあ、そんな感じの流れになりまして、一度、閉鎖されたわけなんですけども、再開されたということで、今回ねこちらに一泊ね、宿泊したいと思っております。でですね、なんで今回このヒルトンタイムズスクエアにね宿泊しに来たのかっていう話なんですけども、実はですねこのホテルは私がニューヨークにね初めて来た時に白タクにぼったくられてもうヘロヘロになった状態で、最後ねブルックリンの方のホテルを最初取ってたんですけども、そこだとねツアーの参加ができないって言われて、急遽ね最終日のホテルを変えたんですよね。その時に宿泊したのがこのねヒルトンタイムズスクエアということで、非常にね思い入れのあるホテルなんですよね、個人的に。ということなんで今回ね改めて、一泊ね、お世話になろうかななんていうふうに思っておりますので、まあ、どういった感じでね、ヒルトンステータスで、ね、利用できるのか、ダイヤモンドでね、利用できるのかっていうところをですね皆さんにお見せできればなと思います。で、事前に言っておくとこのホテルにはねラウンジがありません。で、朝食もねフード&ビバレッジクレジットに切り替わっておりますので、こちらもね踏まえて、見ていただければなと思います。ということで早速ね、チェックインしていきましょう。今ね14時39分ということでちょっと早いですけど、多分チェックインさせてくれるんじゃないかな、ちょっと分かんないですけど行ってみましょう。ということで行きます。はい、こちらです。ヒルトンタイムズスクエアですね。いや本当にここがね潰れてしまってすごい悲しんでたんですよね。ですけども結局再開になってめちゃくちゃ喜んでおりました。はい、ということでチェックインフローは確か上だった気がするな、違かったかな。ハロー。いやー、もうでもここら辺は全然覚えてないな。はい、でもエレベーターの感じはねこんな感じだったのはなんとなく覚えてるんですけど、まあ前回ね、もう何年前だろう、もう12年前ぐらいだと思うんですけど、いやー懐かしいな。ではチェックインしていきたいと思います。うわ懐かしい、あったあった。ハロー、チェックインプリーズ。ではチェックインしていただきました。なんかねコーナールームのエンパイアステートビューにしてくれたみたいですね。アップグレードだって言ってました。ありがたいですね。エンパイアステート見える客室なんてあるんですね。3806、しかもコーナールームって言ってたな、私の拙い英語が間違ってなければ。3807、ここですかね。あ、違う、こっちだ。あ、違う、あれ違うな、あれ380、あれ3、あれ違うな、私が見間違えた。3802ですね、失礼しました。こちらです。いやすごい、本当にコーナールームだ。ちょっと期待ですね、どんな感じなんだろう。ということでまだ私も中を見ておりません。よいしょ。はい、ということで中に入ってまいりました。おー、すごい。あ、本当にコーナールームだ。ありがたいっすね。いや、すご。これはいいですね。いや、ありがたい。ということで見ていきましょう。広いですね。では見ていきましょう。左からこんな感じになっておりまして、テレビは70インチぐらいあるかな。60インチぐらいかな。かなり大きいです。で、下には、コーヒーマシーンとケトルはなさそうですね。はい、氷入れるやつですね。で、金庫、あ、冷蔵庫あるんだ、すご。はい、で、まあ、こっちは空ですかね。はい、こっちはタンスっていう感じですか。はい、で、こちらにお水が2つ。いや、お水がやっぱ置いてあるのは楽でいいですね。はい、こちらに AC が4つと、
タイプ A が1個ありますね。はい。で、お水があって、デスクがあります。帳簿は後にしましょうか。で、こちらに仕事しやすそうなデスクがあって、で、あ、AC がこっちにも4つありますね。これちょっと使えるのかどうか微妙ですけども。まあ、テレビの横にもありますんで、大丈夫でしょう。で、こちら側に一人掛けのソファーとテーブル。いや、いいですね。めっちゃゆっくりできそうなソファーがありますね。で、こちら側に AC が2つと、これは目覚まし時計だけですね。USB はありません。で、ベッドです。ベッドはこんな感じになっております。大きいですね。はい。で、反対側がメモ帳と電話。こちらも AC が2つですね。それ以外にはないですかね。はい。で、バスルームに行きましょうか。あ、その前にこれですね。はい。よいしょ。これ電気はつかないのかな？電気つかないですね。クローゼットがあります。で、クローゼットにはアイロンとアイロン台と荷物を置くやつですかね。よいしょ。スリッパ等々はございません。まあ、ニューヨークはどこもスリッパはないですね。リッツ・カールトンぐらいかな、スリッパあったの。では、こちらです。で、アメニティはこちらです。ヒルトンのやつですね。石鹸とシャンプー。あと、洗面台はこんな感じです。はい、ゴミ箱、あ、ティッシュと、トイレットペーパーの替えと、右下にタオルがありますね。こんな感じになっておりまして。で、あとは、こちらにお手洗い。で、こっち側に。で、左側にタオルがあって、で、下にバスタブがあります。よいしょ。で、シャワーは固定式だけですね。はい。こんな感じになっております。で、バスタブがね、結構深いですね。このニューヨークというかアメリカのホテルってなんか薄、なんていうか低いバスタブと高いバスタブがあるんですけど、このバスタブはめちゃくちゃ広いっていうか、めちゃくちゃ深いですね。はい。いや、これはありがたいですね。浸かりやすそうですね。はい、こんな感じになっております。それでは帳簿ですね。まず、デスクの前の窓なんですけども、こっからもですね、ちょっと曇ってて見えないと思う、見えづらいと思うんですけども、エンパイアステートビルがね、見えてますね。いや、すご。いやー、すごいですね。ああ、客室からエンパイアステートビルが見えるって、めっちゃ贅沢ですね。しかも38階ですからね。で、奥のね、窓もかなり大きいんですよね、これ。よし。さすがコーナールームという感じで。はい、こんな感じでかなり大きい窓になっております。で、これは、奥の方に、あ、ちょっとレンズ越しだと見えないかもしれないですけど、目の前に黒いビルがあって、その隣にね、ワンワールドトレードセンターもちょっと見えてますね。で、奥の方にはね、海とかも見えてまして、ちょっとね、窓が汚い。残念ながら。それでちょっとね、レンズ越しだと見えてないと思うんですけど、はい、めちゃめちゃ景色いいですね。すご。で、もちろん左を、見ていただくと、エンパイアステートビル、こちらも見えます。今日の夜は夜景めっちゃ楽しめそうですね。いや、ありがたい。もう38階なんで、こっから下を向けてもね、地面見えないんですよね。うん、あ、ギリギリ肉眼だったら見れるぐらいの。いや、ありがたいですね。これがヒルトンダイヤモンドパワーですね。いや、すごい。はい、こんな感じになります。はい、ということでヒルトン、タイムズスクエアホテルですね、こちらにね、一泊お世話になります。今回ね、宿泊するのは3802という客室です。で、ルームキーはね、こちらの紫色のヒルトンのカードになってます。で、今回宿泊してるのは3802という客室で、ヒルトンのダイヤモンドステータスの特典としては、お水が2つ無料です。はい。で、Wi-Fi のコードがね、いただけます。それぐらいですかね。あと、フード&ビバレッジクレジットはね、ヒルトンホテルはアメリカ国内ね、切り替わっておりますんで、朝食は利用することができません。そのフード&ビバレッジクレジット18ドルで、利用するっていった形になります。ですので、まあ、今回ね、18ドル分、
レストランかバーか、ギフトショップみたいなとこあるらしいんですけど、まあ、そこでもね利用することができるということで、まあ、どこかでね18ドル、無料で利用することができます。まあこういった形ですかね。あとこの客室ですね、今回、予約したホテルは、予約した客室ですね、ちょっと待ってくださいね。今回ワンキングベッド、デラックスハイフロアでコーナールームということで、今回ね5万7000ポイントで1泊ね、予約いたしました。まあ非常にねヒルトンホテルとしては、少ない方のポイント数っていう風になりますね。5万7000ポイントって結構いいですよね。しかもねこれプレミアムアワード特典なんで、スタンダードルーム特典だともっと下がると思いますね、必要ポイントが。ですのでここいいかもしれないですね。まあちょっとね朝食も利用できないしラウンジもないので、この前泊まったねヒルトンミッドタウンとかね、そっちに比べちゃうと、まあちょっとね利用できるね施設は減るわけなんですけども、必要ポイントはね少ないっていう風になりますのと、ここね42丁目のタイムスケアのエリアになってるんで、本当にね隣がポーストオーソリティバスターミナルっていう、空港から空港バスとかで発着するとそこに泊まる発着場があるんですけども、日本にね直行便が出てるのがニューアーク空港と JFK 空港両方ともね日本に直行便の飛行機が出てるんですけども、どちらの空港に行く場合でもそこからねバスが乗れるっていう風になりますんで、これはいいですね。日本からね利用する場合はかなり利用しやすいのではないのかなと思います。私もね今さっき通ってきて、あ、ポートオーソリティバスターミナル隣なんだと思って、ここいいなと思って、私はね明日帰国するんですけども、ニューヨークから帰りますんで、私はバスでね多分明日帰ると思うんですけども、アクセス的にねかなりいいですね。またねここ42丁目になっておりますんで、まあポートオーソリティバスターミナルもそうですけども、ちょっと歩けばブライアントパークがあって、ちょっと行けばグランドセントラルターミナルがあって、またねワンバンダービルトってね、前回2021年の12月かな、展望台行きましたけど、鏡張りの展望台に行きましたけども、まあそこの施設とかもね歩いて余裕で行ける距離っていう風になりますし、まあちょっと上上がっていただければね、セントラルパークとかとプラザホテルとかね、そこら辺も、見ることができるかなりいいエリアっていう風になっておりますんで、いやいいですね。はい、しかも今回ねアップグレードしていただいて、このコーナールームっていいですねニューヨークでコーナールームに通してもらったって私今まであったかな。今は亡きマリオットイーストサイド、ちょっと昨日ね雨の中見に行ってきたんですけど、もう潰れちゃったんですよねコロナで。まあここも一回潰れて復活したんですけど、そこのホテル泊まった時確かコーナールームだった気がするな。はい、まあ、そんな感じでコーナールームに泊まるってなかなかね私もないことなんで、非常にありがたいですね。はい、これアップグレードっていう風にね、おっしゃっておりましたんで、ありがたいです。ということでこちらにね、一泊ねお世話になります。今日のところはですね特にね、出かける用事もなく、もう編集しなきゃいけない感じになっておりますんで、ひとまずね、フード&ビバレッジクレジットね、ちょっとどこで使おうかな、まあバーで使えばいいかなっていうところなんですけど、一泊18ドルっていう風になりますんで、ニューヨークのバーだと多分ビール2本いけるかどうかですね。で食事は多分厳しいと思いますね。はい、っていう感じですかね。18ドル、なんか前回ヒルトンミッドタウン泊まった時確か25ドルか35ドルだったんで、よくわかんないですね、なんでだろう。はい、確か20何ドルじゃなかったと思うんですよね、フード&ビバレッジクレジットが。ですんでホテルによってある程度このクレジットの金額も違うのかもしれないですね。だって前回ハンバーガーとビールで利用したんで、やっぱり違うんですねホテルによって。これはちょっとね後で動画見直して出しておきますね、テロップで。はい、ここは18ドルなんで結構厳しいですよね。はい、多分ビール2本で多分終了ですよね、多分ハンバーガーも注文できないと思いますね。はい、っていう感じで、まあどうなんだろうな、場所的にはねどっちもヒルトンミッドタウンも非常にいい立地ではあるんですけども、まあここはタイムズスクエアエリアでね、またこっちもね立地はいいので、まあ好みになりますかね。こっちはもう完全にガヤガヤしてる近くなんで、はい、夜も結構人通りはねなくならないと思うんで、ブロードウェイとかのねミュージカル見られる方はこっちの方がいいかもしれないですね。余裕で歩いて帰れますからね。はい、ヒルトンミッドタウンだと
ちょっとね十数ブロック歩かなきゃいけないんで、そうなってくるとちょっとあれかもしれないですね。はい、まあ10分15分で行けると思いますけれども、まああとはあれですね、はい、お好みになるかなっていうところですね。ということでしばらくねゆっくりさせていただきたいと思います。それでは時刻は夜の10時になりました。客室からねこんな感じで、ちょっと今日はね雲がかかってるんですけども、エンパイアステートビルがね結構はっきり見えるんですね。いやこれはやばいっすね。ちょっとズームできるだけするとこんな感じなんですよね。いやこれはいいっすね。まさかねエンパイアステートビルがこんな綺麗にね見えると思ってなかったんで結構意外なんですけど、いいっすね。こう42丁目のホテルなんで、エンパイアステートビルって34丁目とかにあるんで結構遠いんですけども、やっぱりねビルが高いだけあって、はい、見えるんですね。いやこれは本当にいいですね。はい、で夜景はねこんな感じになっておりまして、どうでしょうか。めちゃくちゃ綺麗ですよね。こっちにもねちょっと高いビルがあって、もう上が見えないぐらいなんですけど、いや夜景本当に綺麗ですね。ちょっとね今回あのマリオットマーキスではねハドソンリバービューであんまり夜景等々はね見えなかったんですけども、こっちのねヒルトンタイムズスクエアはね本当に綺麗にニューヨークのね夜景が楽しめるということで、いやーいいっすね。はい、こんな感じになっております。ぜひ今後ね泊まられる方、ここの夜景もね結構楽しめると思いますんで、高層階にねリクエストしていただければなと思います。ということで明日ね私日本に帰りますんで、そろそろ今日のところは休みたいと思います。あ、18ドルのねフード&ビバレッジクレジットはビール2本頼んで、紹介いたしました。ということで今日のところはこんな感じで休みたいと思います。ということでおやすみなさい。おはようございます。朝になりました。今ちょっとねホテルの中をお見せしようかなと思いまして、今朝の7時ぐらいですね。もうちょっとしたら空港に向かいます。シェルトンタイムズスクエアの廊下はこんな感じになってます。今日は本当にめちゃくちゃ霧ってますね。すごい。ここがチェックインフロアです。左奥にねチェックインのカウンターがあって、ここはバーですね。で本当にねホテルのフロアはここだけですね。あ、この右側が朝食会場なのかな。あ、ここも一応朝食会場なんだ。でここがギフトショップです。まあここで物買ってね、ルームチャージにすることもできます。まあ置いてあるものはチップスからコーラ、ソフトドリンク、あとビールとかも置いてありますね。あとスナック、あとヨーグルトとか朝食も置いてあります。ホテルクレジットもここで消化することが可能です。ルームチャージって言えば OK ですね。いや本当に初めて泊まりに来た12年前を思い出されますね。はい、ここここって感じでした。ここはまあロビーの適当に座っていいエリアっていう感じですね。はい、ソファーが並んでます。でここからの景色もいいんじゃないですか。おお、ちょっと窓が汚いんであれなのと、天気が悪くてあれですけども、雨降ってるのかな。降ってそうですね。こんな感じになっております。このクリスマスツリーがね本当に私が昔来た時にもねこれあったんですよ。もう1月でクリスマスは終わってるんですけど、いやめちゃくちゃ綺麗。昔は確かねここの奥に置いてあった気がするんですけど、ちょっと変わったのかもしれません。はい、こんな感じになっております。はい、ということで38階私の客室に戻ってきました。ここにもねソファーとかがあって、
いやすごいキリってますね。これね、左側の今一番左に映ってる建物のその隣にね、エンパイアステートビルなんですけど、上の方は見えないですよね。あれ霧がかかって見えないんですよ。不思議ですよね。なんか上の方はないみたいですけども、まあ、昨日の夜のね動画見ていただければわかると思うんですけど、あそこの上ね、昨日の夜ライトアップで光ってたと思うんですけど、霧っててね、あそこはね本当に完全消失してる感じですよね。はい、すごいですよね。ということで客室に戻ります。あ、そうそう、このね客室階も多分これ各階ではないと思うんですけど、このね奥の一番奥にねアイスマシンあります。すごい音ですけどすごいね、はい、自由にね氷がもらえるようになってますので、ここで、氷もらってね、客室に持っていくことができます。では客室に戻ります。すごい音だ本当に。ということで今回ですね、ヒルトンタイムズスクエアホテル、こちらね一泊させていただいたわけなんですけども、今回ねヒルトンダイヤモンドステータスでこのねコーナールームにアップグレードしていただきまして、またねエンパイアステートビューのね客室にもしていただきましたということで、非常にね大満足の滞在となりました。またねヒルトンダイヤモンドステータスの特典としてはですね、今回客室アップグレードしていただいて、またねフード&ビーバレッジクレジット18ドルね利用することができました。このフード&ビーバレッジクレジットは私はね先ほどの売店でね消化させていただきましたけども、朝食のねレストランで割引で利用してもいいですし、バーとかでね消化しても OK です。もちろんね売店の食べ物等々で消化しても OK なんで、まあ、ここはねお好みで利用していただければなと思います。確かにねこのフード&ビバレッジクレジットっていうのは、まあ、朝食にと朝食無料で利用できるのと比べるとですね、非常にね金額的にこのヒルトンホテルってのは18ドルなんですよね。まあ私みたいにね今日朝食食べないで空港行きますので、まあ、そういう方はですねこのフード&ビバレッジクレジットでもまあ有効に使える時もあるかなっていうふうに思いましたかね。今回ね朝食いただかないで空港行きますので、あ、よく考えたらこういう時にはこのフード&ビバレッジクレジットでもまあいいかなっていうふうに思いましたかね。はい、まあもちろんね普通に滞在するのであれば朝食ねついてることに越したことはないんですけども、まあ朝食は時間的に食べれないみたいな、まあそういった時はねこっちでもいいのかななんていうふうに思いますし、また朝食を食べないっていう方ね、はい、そういう方はまあいいのかもしれないですね。はい、まあお酒等々にもねこのクレジットは使うことができるっていうふうになりますんで、時としてね悪くはないかなっていうふうに思いました。ということで本当にねこのホテルは個人的に泊まりたくて今回宿泊させていただきました。まあもちろんねタイムズスクエアのヒルトンブランドのヒルトンホテルなんで、まあ気になってた部分もあるんですけども、11年12年前ぐらいに初めてニューヨークに来た時にねここ宿泊したホテルなんですよね。で、しかも、その時にね、白タクにぼったくられて、もう結構ヘロヘロな状態で、いた時に最後にここ泊まって、で、タイムズスクエアの目の前でね、本当にテンションが上がったのと、またね、これヒルトンっていうね、安心感っていうのもね、あったのを、本当にね、来てね、さらに思い出したっていう感じで、昔ね、泊まってて、いつか泊まりたいなっていうふうに思ってたところ、このコロナの影響でね、このホテルは、廃業してしまったので、その時ね本当に2019年泊まっとけばよかったって本当に思ったんですよね。はい、ですけどもね、なんとか買い手が見つからなかったっていうことでヒルトンが買い戻してねまた再開したっていう風になりますんで、いやこれはね本当にありがたいですね。ちょっとね買い戻したのはねヒルトンだったのか元々のオーナーだったのかちょっと定かではないんですけど、まあとりあえず一回閉業して、まあ、再開したっていう感じでね、まあひとまず今回ね利用することができて非常に大満足のね滞在となりました。ということで私はねこれから空港の方に向かいたいなと思いますので、ここでね一旦動画途切らせていただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts too